こんにちは、ドラジです。昨日購入をいたしましたこの強力涼風扇風機、空気循環効率アップ DC12V、 これをつけてみたいと思います。羽サイズ約150mm、どれぐらい強力なのかどうか試してみたいと思います。うちがこちらですので、後々のことも考えまして、ソケットの分配、2連光るリンクが光るというやつを取り付けてみたいと思います。これですね、現物は。これをこちらの方に気持ちより入れて2連になりますね。2つですね、こちらです。こちらをですね、簡易的にこちらの方にですね取り付けてみたいと思います。これは首振りですね。こちら首振り、こちらが首振りでないというものですね。コントローラーになってまして、スイッチですね。 DC12V、 これスイッチが真ん中がオフで、弱強になってますね。とりあえず真ん中下、これで準備完了です。これでどれぐらいの強力な風が来るのでしょうか。扇風機です。それではやってみます。まずですね、このスイッチですね、こちら、これポンプですから、こちらですね、これをスイッチ入れまして、サブバッテリー、スイッチ入れるとこちらが光りますね。スイッチ切ると光りませんね。スイッチが入ると光ると、ここまで電気来とるわけ、12V 来とるわけですね。それではですね、スイッチを入れたいと思います。まず弱からですね、弱から入れてみましょう。弱です。あれ回らんかな。振ってみましょう。これは首振りですね。正常がありました。首振り正常です。今日はまあ非常に涼しいです。ちょっと音が小さい。こういうボタンでもあるんですが、サンバッテリーもあります、ね、サンバッテリーもあります、ね、まあいいんじゃないでしょうか。開けてですね、網戸にして、新鮮な風を。こんにちは、ドラジーです。今日はですね、
昨日14.1 インチポータブルテレビが届きましたので、早速これをつけたいと思います。扇風機に続いて、14インチのポータブルテレビです。これはフルセグとワンセグになっておりますので、まあ先日つけましたポータブルテレビ前の方につけておるのですが、まあ運転席の方につけておるのですが、それと同じように映ればいいんですが、今から取り付けをしたいと思います。現物は現物はこれですね。これ14インチ、 14.1 インチです。現物です。まあこの結構大きいのでですね、これはスタンドになっております。スタンド式ですね。この後ろがスタンドになっております。スタンドでこう立てて見ることができるんですね。こちらの方にですね、最終的には取り付けたいんですが、結構取り付けにも専用の金具等がいりますので、とりあえずはですね、こういうスタンドで見たいと。でスタンドでありましたら好きなところに移動もできますので、これにしたい、スタンドにしたいと思います。それとこのようにですね、シート運転席と助手席の方に、かける後ろの方にかけるタイプのバッグもついてましたので、これも利用できればいいかと思います。後ろに今リュックサックを置いてるんですが、あのところにですねかけることもできるということです。まあこれでこうかけてもいいんですけどね。まあとりあえずはスタンドで、したいと思います。まあ固定していないとちょっと運転の時が困るので、最終的には固定をしたいと思います。それではですね、まずこれが AC 電源ですね。まあ、USB で、こちらの方に入れて今入ってますね。これ日本語になってましてですね、よかったです。まず最初にリモコン使用するときにテレビ本体硬いですね、非常に。よいしょ。これが硬いですね。これでサーバー、アクセサリー、バッテリー、アクセサリーソケットになってます。これがイヤホンですね。まあ、イヤホンは通常使わないんですが、これがケーブル、これはスピーカーの。このケーブルはそうです。そう、これは録画とかですね、
するときにですね、これ地デジ番組録画機能付きということになってますので、まあこれ録画の時に使うんですね。まあ壁掛け立てで、この小車ヘッドレスですね、この3種類の置き方ができるということです。録画機能もあるということですね。場所を選ばない、こんな感じですね。はい、この録画機能の録画の時ですね。それではですね、設定をしたいと思います。よいしょ。つけたとおりか、よいしょ。まず電源ですね。電源はこれ先ほど AC で充電をしておいたのですが、これ充電式になってるわけですね。今度はこのこれを電源に差し込んでいます。電源 USB の C タイプですね。で、充電完了するとこれが消えるはずですが、先ほど充電しとったんですけども、あれですね。で、次にこの中にあるわけですね。これ開けてみますと、これですね、これをちょっとめくって、これですね、これがミニカードですね。ミニのビークスカードです。これの差し方をですね、間違えないように、この方向で合ってますかね。来ましたですね、スイッチレートシステムコーディング中、インストールガイド決定ですね。決定、決定、フルセブワンセブチャンネルサーチ、サーチチャンネルサーチ、ああ出ましたね、フルセブ松山001、ワンセグ、なるほど、何回も出てますね。今サーチしてます。なかなかこの通りサーチして映ればいいんですが、チャンネルですか、スキップというか、これサーチしてますね。このバーがですね、ずっとここまで来れば終了ということになると思うんですが、終了すればお楽しみですね。さあ、チャンネルを保存しました。いかがでしょうか。いないのか。映りましたね。スーパーロングネイルです。こんばんはですね。出た、いかにもギャルね。ワンワンつけて、長ければ長いほど可愛いですね。ポイントは雪です。2月が一番寒いって聞いたんで。スピーカーが2つあるので、結構ですね。長い、腰が持てる。
画像はこれはすぐですかね。ナイツですね。チャンネル変えてみましょうか。ナイツですね。あ、これはフルセグになってますね。うん、画面が綺麗ですが、やっぱりフルセグからワンセグに自動切り替えしてますね。これは朝日テレビ。それではですね、ちょっと前の駐車場の方へ駐車場へ、よいしょ。それではですね、うん、これはあの途中からかと思って、室内もそうなんですけど、まあ、ですね、そしてっただ、この画素数がですね、確かそんなには良くなかったと思うんですよね。いや、まあ、そう、大変なんですけど、これ現在フルでしたな。次、アイテレビ。やっぱりアンテナを交換というか、アンテナ精度アップした方がいいかもわからないですね。うん、やはり10インチぐらいの方が良かったかもわからないですね。280×8、 これはワンセグに変わりましたね。うん、やっぱり場所によりますね、これは。場所とアンテナにね、先ほどの綺麗のあれはフルセグだったと思うんですよね。テレビ愛媛、これがフルセグですね。これは、これぐらいでありましたら見えますね。14インチでも、はい、これが NHK。 NHK はちょっとワンセグになってますね。南海放送、このワンセグですね。南海放送の2というのが、テレビ愛媛、アイテレビ、テレビ愛媛、これが一番綺麗にこの場所では映れますね。けどもこれワンセグになりますね。フルセグからワンセグの自動切り替えですから少し飛びますけどね。音量調整ですね。まあそこそこいいんじゃないでしょうか。これ結構安いですからね。1万しなかったか、1万ちょっとやったか、なんかあのポイントとかなんかサービス期間とかですけど、1万円までしなかったんじゃないかな。1万近くか、これは、
まあよしとせないかんでしょうね。サンバッテリーは今一個ですけど、いろいろ使い方によってはもう一個追加してもいいですね。電酸1の4電池などをね。あ、これは綺麗ですね。今現在がやっぱり綺麗になる時と、フルセグの場合とワンセグの、先ほどの駐車場ではですね、ワンセグだったんですね。はい、こういうことで楽しみというか、まあ時間が、過ごす時間が楽しみになりました。電源はこの横にあり、いいんじゃないでしょうか。ちょっとね、この場所が駐車場になってますのでね、少し、環境的には良くないので、移動すればですね、いいんじゃないかと思います。これからちょっとですね、移動してみましょうか。外へ出てみましょうかね。はい、それでちょっと移動してみます。これでオフですね。はい、これはこれでこちらの方にこういう感じでできないこともないですね。ただ運転中はやばいかもしれないですね、これ。よいしょ、場所によってやっぱり違うでしょうね。はい、今現在は、テレビ、このチャンネルが一番綺麗ですね。ほら、フルセグになってますね。はい、これで一応簡易的に設定ができましたので、あとまたきちっと設定をしたいと思います。扇風機とテレビ、これ GoPro のスタンドですね。ホタテ以上です。よいしょ。
ここ